ジェントプリン。あ、食べるの？はい。50秒前。どうしたらいいんですか？ペンネのボロネーゼです。暗く普及市街に帰ってきました。とてもにぎわってます。あんな風にくつろいてる人をよく見かけます。ジェインドブリー、うなずいてくれました。ジェインドブリー、緑の家。もうじきバス停なんで、これがペイントしてある最後の家かな。かわいいです。そんな感じのザリピエ見学でした。時刻は17時13分。来てよかったです。結構疲れたけど、バス停まで戻ってきたので、タルヌフ戻ろうと思います。それからクラクフです。 U ターンしたけど、まさか乗せてくれるんじゃなんて思いながら動画を回しています。勘違いでしたね。バス来ました。定刻から10分遅れぐらいですが、タルヌフ直通安心。ジェントプリー。あ、タルヌフ、はい、よし。19時6分、タルヌフの町に戻ってきました。こちらもルネッサンスの新地と言われる美しい街なのですが、時間がないので駅に急いでおります。7分後電車乗れるかな。正面に見えるのがタルヌフ駅ですね。なんとか間に合いそう。駅舎も綺麗ですね。チケット売り場入ってるけど、どうしよう、間に合わないな。あー、でも買おう買おう。あー、なんとか間に合いそう。50秒前。あ、ジェイントブリー、クラコフ。あ、とえずらいよ。え？とえず。Поспешно, пан на наре. До сами. Тут у меня на то есть. Не, то есть поспешно, пан на наше было. Э? なんか、そうです。なんかもめ気味だったけど入れていただきました。座るとこないや。多分これは特急料金がいるっていう話だと思います。特急料金じゃなくて、17号車行きなさいって言われました。ということだろうな。長距離列車なんですね。おー、すげえ。17号車来ました。何があるのかな。空いてるよっていう話かな。まあ、確かに空いてるんですけど、ちょっと入りづらい。まあ、こういうのも、よいしょ、こちら椅子になるので廊下でもいいかなと思います。さっきすれ違った酔っ払いの人がこっちの車両来て、何してるのか分かんないけどちょっと怖いです。20時10分クラクフに戻ってまいりました。待ち時間含めると行きが4時間で帰りが3時間ぐらいなんで、7時間も移動してました。すれ疲れますわ。ショッピングセンター内でフードコートを探して歩いています。なんとなくあっちの方だった気がするんですけど、フードコート営業してました。何食べよう。できればポーランド的なものがいいです。マクドナルド。ここは何屋さんだろう。健康的なお店。ここは何だろう。わかんないのばっか。ポーランド料理見つからなかったので、スパゲティじゃないパスタにしました。ペンネのボロネーゼです。あとコーラ。普通に美味しかったです。良かったです。あとコーラが体に染み渡ります。20時50分、クラクフ旧市街に帰ってきました。やばい、ちょっと言うのが早すぎて尺が。はい、クラクフ旧市街です。
旧市街出たのが10時半ぐらいでしたかね、もうちょっと後か。でも12時間経ってないんですよね。すっごい久しぶりな気がするんですけど、こんなことをよく言いますよね。子供の頃は1日がすごく長かったけど、大人になったら短くなったって。そう感じる理由は諸説あるみたいなんですけど、あの刺激の多さ、刺激に感じることの多さっていうのは結構関係してるんじゃないかななんて思います。旧市街中央広場に帰ってまいりました。時刻はまだ21時なので、宿でシャワー浴びて、一休みして、それから三脚持って夜景を撮りに出かけましょう。その時、ね、ビールかなんかお酒も飲みましょう。まだまだクラクフの夜は終わりません。演奏する人、ただいま帰りました。ただいま部屋に戻ってきました。部屋の窓から、あ、何やってんのかな。クラクフ中央広場、素晴らしい場所ですね。また後で出かけます。クラクフ旧市街、時刻は22時30分ぐらいです。三脚持って夜景撮影に出かけております。といっても宿すぐそこの建物なんで、まあ、ちょっと前に出てきたってぐらいですね。もう23時近いんですけど、馬車は走ってるし、あそこら辺音楽の人もいるし、とても賑わってます。夜景もある程度撮ったので、昨日の24時間スーパー来てみました。お国柄というか、チェコとか他の国では見たことないビールがいっぱいあります。初めて見ます。あとこの時間に来ると馬車のお姉さんとかが買い物に来てて面白いです。時刻は23時13分夜景も撮ったし、スーパーで買い物もしたので宿に帰ろうと思います。何度も紹介してますが、ここが僕が泊まってる宿です。このレストランの建物も3階になります。これを買ってきました。お酒とお化けが可愛いです。お化けのお菓子なんか可愛いです。飲んだら寝ます。おやすみなさい。